社会学者、宮台真司氏。トリチウムが魚の体内で生体濃縮される説披露。コミュニティノートに即論破される。がネットで話題。内容はこちら。社会学者、宮台真司氏が、コミュニティノートに論破され、大恥をかいたようです。では、内容を見てみましょう。宮台真司。水俣で言ってごらん。モンとは違うってか。だったら地球規模の海流シミュレーションと魚介分布の動的重ね合わせを精査しな。精査する義務は放出側。実定法は推定無罪の原則イコール疑わしきは罰せず。環境汚染は予防原則イコール疑わしきは回避。何も知らないお前がゴミ。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。水俣病の原因となった水銀と違い、トリチウムは生物内で濃縮されません。したがって、基準値以下の濃度に薄められて海洋排出される処理水では、トリチウムは健康被害をもたらさないとされています。貴殿は、有機結合トリチウムを見逃している。生体内でトリチウム水のままなら短時間、4日以内で対処されて生体濃縮の機会がないが、それを構成するトリチウム原子が有機物、タンパクや脂肪や核酸と結合すると、生体内に長く留まる間に、大部分は生物半減期40日で、一部は1年捕食されて生体濃縮されうる。有機結合化のメカニズムは水素置換。植物の光合成過程や動物の消化過程で、有機物内の水素原子が他の水素原子に置換されるので、トリチウム原子にも置換される。このメカニズムを前提とした生体濃縮についての論文は以下。植物性プランクトンから動物へという過程の蓋然性が最も高いとされる。これらを参照したと思われる両記事が以下である。その前編も両記事だが、記事内のリンクから飛べる。トリチウムベータ崩壊のベータ線は弱いものの、薄めようが薄めまいが、結果的に膨大量のトリチウムを海洋投棄することによる気欠の未規定性を問題視する。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。トリチウムは容易に有機結合し、食物連鎖で高度に生物濃縮されるという主張を以前より一部の方がされていますが、有機結合型トリチウム OBT が沿岸の海洋生物が検出された事例は、有機結合型トリチウムを含む排水によるものです。福島沖で捕獲されたヒラメからは、トリチウム水 FWT が検出されることはあっても、OBT は ND 未検出であり、トリチウム水 FWT が有機結合型トリチウム OBT として、食物連鎖で生物濃縮する根拠はないことが、専門的に示されています。素晴らしい。本質を抽象的に概念化しています。ようこ。なぜ汚染水なのか。なぜ海洋放出がダメなのか。白井さんの解説、最高にわかりよい、ので、映像をお借りして、前半ちょっと編集してみました。全部見てね。なぜ福島第一原発の汚染水の海洋放出が問題なのかの解説。閲覧したユーザーが、背景情報を追加しました。水は希釈前の段階で、十分安全な数値です。海水で希釈するのは、汚染水でなく、アルプスで除去された処理水です。また、地球上の海の総量を無視した非科学な投稿ですが、海水にも太古より放射線は存在しています。海洋放出以外の処分方法についても、すでに専門家の間で検証済みで、報告書に明記されています。費用と放出後の観測のたやすさが、主な理由です。マスコミの切り取り情報ではなく、その元の政府発表の一時情報から確認すると誤解は起きなくなります。ことごとくコミュニティノートに論破される宮台氏、恥ずかしすぎる。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。さすが社会学者様。社会学者って物知りだね。水が濃縮されるんか。え、トリチウムが濃縮できるんですか。じゃあ、自然界にあるトリチウムも、すでに大変なことになってるんだな。ネタじゃなくて本気で言ってる人いたんだ。もはやデジタルタトゥーだろこれ。こんなのでも学者。
社会学者なんか誰でもなれるからな。日本の学者のレベル、もはや社会学者に対する風評被害の社会学者ですね。今回の件で社会学者の発言なんて信用できないことが露呈されちゃいましたね。次はこちら。社会学者なんだから専門外のことは黙ってればいいのに。社会学の先生なのに科学を語るのは無理がある。有機水銀とトリチウムの違いを調べた方がよろしいかと。畑違うんだからやめた方がいいよ。また知ったかぶりかよ。やっぱり社会学ってマジでいらない学問だよ。そもそも科学に関しての素人が下り顔で何言ってんのって感じ。逆張りおじさん、逆張りに失敗する。専門外のことをドヤ顔で語るもんじゃないという教訓ですね。知らないのならいちいち食いつかなければいいもの。次はこちら。はず。水銀とトリチウムの有害性の差は歴然なのに、それを知らずマウント取るの恥ずかしい。そもそも原液垂れ流しの水俣と薄めまくった今回の処理水とでは比較にならないと思う。これからも教授続けられるんかな。私なら恥ずかしくて二度と表に出られないです。痛々しくてもう見てられない。もはや哀れとしか言いようがない。他にもいたけど、学者でコミュニティノートがつくのはちょっと。この手のコミュニティノートの役に立ちましたかが煽りにしか見えんのような笑い。役に立ちましたか、赤っ端炸裂ですね。最後はこちら。デマ流すのに必死だな。わかりやすい奴らしか反対してないんだよな。ただのイデオロギーで反対してるってのがバレバレ。そもそも教授がお前とかゴミとか言っちゃう時点でお察しです。何も知らないお前がゴミ、まんまブーメランになってくさ。人をゴミ呼ばわりできるゴミと、メモメモ。社会学者さんってお口が悪いございますね笑い。こういう人が福島を苦しめてるのよな。このようなおパヨによる悪質なデマのせいで福島の人たちが苦しんでいるのです。断じて許せませんよ。結論。福島第一原発の処理水海洋放出をめぐっては多くの反日中間勢や左派政治家や左派メディア、左翼活動家やオパヨにより科学的根拠無視の悪質なデマ情報が垂れ流されています。今回の宮台氏の主張にしろ、オパヨの主張にしろ、ことごとくコミュニティノートがついています。要するに処理水をめぐるオパヨの主張は間違っているということ。しかしそんなオパヨによる間違ったデマ情報により今現在福島の人々が窮地に追いやられ苦しんでいる現実があります。オパヨによる福島の風評被害は絶対に許してはなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。